お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちときどきいいとも。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちときどきいいとも。How do you do? ご機嫌いかが、ご機嫌なんだ、雨はまっすぐに。How do you do? 頭に詰まった昨日までのガラクタを処分処分すっきりうちちぼっちん楽しませすぎたらごめんなさい。時間通りにカムイズミー笑っていいともうちゅうちぼっちん今日がダメでもいいともろう。きっと明日はいいともろう。いいとも、いいとも、いいともろう。How do you feel? 電話ボックスが突然鳴り出す。Hello, hello, how do you feel? お手軽ライフ忘れていた。この感じ、多分スッキリ、ウキウキウォッチン。冷たくされてもありがとう。冷たくしたら、I'm so sorry, 笑っていいとも、ウキウキウォッチン。今日がダメでもいいともろう。きっと明日はいいともろう。いいとも、いいとも、いいともろう。今日がダメでもいいともろう。きっと明日はいいともろう。いいとも、いいとも。いいともろー。はい、今夜もね、たまぐさんのことを思いながら、ウキウキウォッチングございました。さて、今日も YouTube でライブ配信したいと思います。ね、武器ね、あれ、奥多摩が帰ってきましたね。昨日、京都の一泊ね、よかった。久しぶりの一泊、洗濯よかったね。じゃあ、今日も YouTube でライブ配信、明日からお仕事頑張りましょうね。生存確認。昨日はね、山の中いたからできたからね、2000。今日はね、よかった、日曜日ね。なんとか8時前ではなかった、日曜日早くて、2023年。4月の9日、日曜日か。あ、ね。早いものも9日か。ね。日曜日。久々よかった、洗濯したいしよ、いいね、この連休。久々洗濯よかった、よかった。楽しかった。天気。YouTube でライブ配信。いつも寝起きで。なんか来てる？じゃあ行こうか。流行りの歌も歌えなくて、ダサいはずのこの俺。お前と離れ、一年が過ぎ、いい男になったつもりが、それでもこの年まで俺が育てた裸の心は、おしゃれをしても、車替えでも、変化もないまま早く忘れるはずの
ありふれた別れを、あの時のメロディーが思い出させるシングル、ベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。夜道みたいな始まりが二年も続いたあの恋、初めてお前抱いた夜ほら俺の方が触れてたね。恋は石ころよりも溢れてると思ってた、なのにダイヤモンドより見つけられないシングルベッドで二人涙拭いてた頃、動機から別れ話するかかけてた、あの頃に戻れるならお前を離さないシングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。はい、こんばんは。今夜はね、シングルベッドを歌いました。2023年4月の9日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。どうもね。はい、昨日はね、奥多摩だったからできなかったね。今日は無事帰ってきたよ。こんばんは。ゆはさん、どうもね。こんばんは。昨日山の中にいたからできなかったね。こうきさん、どうもね。昨日は、山の中の動画アップするからね。たけさん、どうもね。おばさん、どうもね。てらさん、こんばんは。帰ってきたよ。バッテリーなかったんで来てなかったんだよね。コウキさんね。もうね。今日楽しかったよ。幸せセンタークね。奥多摩の避難小屋前で一泊してきた。どうもね。じゃあ今日も。よぼよぼちゃん、どうもありがとうね。じゃあ次行こうか。今夜は。シングルベッドバーサマー行こうか。流行りの歌も歌えなくて、ダサいはずのこの俺、お前と離れ、一年が過ぎ、いい男になったつもりが、それでもこの年まで、俺が育てた裸の心は、おしゃれをしても、車変えても、変化もないまま、早く忘れるはずの、ありふれた別れを、あの時のメロディーが思い出させるシングル、ベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。寄り道みたいな始まりが二年も続いたあの恋、初めてお前抱いた夜ほら俺の方が震えてたね。恋は石ころよりも溢れてると思ってた、なのにダイヤモンドより見つけられないシングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りは、
あの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ、辛くないのに。でもね、はい。今日はね、スパゲッティを行こうと、パスタ。今日はパスタよ、今夜、パスタ。これね、1キロか4分の1ぐらいか、これ。スパゲッティをね、これ、1キロだから4分の1ぐらい。今日スパゲッティね、こんばんは。歩けるよ、大丈夫よ。次これ行こうか。パスタね。歌も楽しいや、東京キッド、粋でおしゃれで、ほがらかで、右のポッケには夢がある、左のポッケにはチューインガム。空を見たけりゃ、ビルの屋根。潜りたくなりゃ、マンホール。歌も楽しいや、東京キッド。泣くも笑うも、のんびりと。金は一つもなくても、フランス香水チョコレート。空を見たけりゃ、ビルの屋根。潜りたくなりゃ、マンホール。歌も楽しいや、東京キッド。腕も自慢で、喉自慢。いつもスイング。ジャズの歌。踊りもきったパーク。空を見たけりゃ、ビルの屋根。潜りたくなりゃ、マンホール。はい、東京キッドでした。じゃあ、スパゲッティはね、これ、250ぐらいね、これ。1キロか適当に4分の1ぐらいにして。ね。また、あれ、ヤミさんね、これ。4分の1ぐらいの 250g 大体ね、手で測って、大体半分ぐらいね。じゃあ、いいですよ、今日。じゃあ、パスタでね。じゃあね。わかった、あれ。闇のさんね、わかった？ 250 ぐらい。適当にね、手で大体半分ぐらい。今日はこれで、ね。どうも、源泉さん、どうもね。今日はスパゲッティよ。今日、いいですよ。前、パスタ入れてきたよ。どうもね。
大丈夫よ。本気じゃないよ。どうも、コギさんどうもね。今、目ゆでたからね。じゃあ次、これ行こうか。まだゆであれば時間があるんで、次はこの歌行こうか。赤いスイートピー行こうかな。春色の汽車に乗って海に連れて行ってよ。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、なぜ知り合ったしから半年過ぎてもあなたって手も握らない。I will follow you. あなたについて行きたい。I will follow you. ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心のきしめに咲いた赤いスイートピー。4月の雨に降られて駅のベンチで二人、他に人影もなくて不意に気まずくなる。なぜあなたが時計をキラッと見るたび泣きそうな気分になるの。 I will follow you. 翼の生えたブーツで I will follow you. あなたと同じ青春走って行きたいの。線路の脇のつぼみは赤いスイートピー。好きよ今日まで会った誰より I will follow you. あなたの生き方が好き。このまま帰れない帰れない。心に春が来た日は赤いスイートピー。そうね、今度これ行こうか。 I'm just a fanアンビエスジャパン行こう。ありがとうね、アキコさんどうもね。あ、カズマさんどうもね。次はアンビエスジャパン。例えて言えばロングトレイン、風切り裂いて走るように未来に向かってまっしぐら。突き進めば望みは叶う、立ち止まらない振り返らない、やるべきことをやるだけさ。会いたくて会いたくてたまらないから旅に出た。会いたい人は君だけど、君なんだけどそれだけじゃない。知らない街で出会いたい本当の自分と。あげた True Love Be Ambitious 我が友よ冒険者よ。 Be Ambitious 旅立つ人よ勇者であれ。 Be Ambitious 例えて言えば Long Train 夜を貫き走るように、光に向かってまっしぐら。突き進めば奇跡も起きる、立ち止まらない振り返らない、やるべきことをやるだけさ。抱きたくて抱きたくてたまらないから旅に出た。抱きたい人は君だけど、君なんだけどそれだけじゃない。両手を広げ抱きしめたい輝く夜明けを。 I guess true love be ambitious 我が友よ冒険者よ。 be ambitious 旅立つ人に栄光あれ。 be ambitious be ambitious 我が友よ冒険者よ。 be ambitious 旅立つ人よ勇者であれ。 I get true love be ambitious 我が友よ冒険者よ。 be ambitious 旅立つ人に栄光あれ。 be ambitious。 はい、パルさんこんばんは。あ、どうもね。あきこさん、猫飼ってんだ。食用かな、その猫ちゃんは。どうもね。猫ちゃんね。猫ちゃんは哺乳類だからね。いつだったらね、食用だもんね。じゃあ次これ行こうか。今度もね、中条さんの作詞でこれ行こうか。中西玲さんか。中西玲さんの作詞で。
と見てくる。今ね、パスタを入れてるからさ、もうそろそろかな。じゃあ一杯飲もうか、今日。今日の一杯。濃いめのラガーか。今日の一杯。食わない、僕は食わない。いたずんだったら猫でも食えるんじゃない？哺乳類だからね、猫はね。元気よ。哺乳類はだんだん食えるよね、哺乳類系はさ、だいたい家で、家でになったらさ。ね。今日も一杯。行こうか。キムジラガー。元気がなかったら多分死ね。ベルディ工場か、どうもね。ね。乾杯。なんか一人だから飼えない、一人だからさね。よかった、今回久々奥多摩だった。いつも鷹の巣の信濃山前で一泊してきた。タープテントでね。パスファインダー、いいね、パスファインダーね。うん。パスファインダー気に入っちゃった。パスファインダー。うん。3メートルほどのタバコ 1.5 のポール使っててよかったな。でもパスタもあるからね。見てる。これナポリタンにする、今日ナポリタン。ナポリタン、これをかけて、ナポリタン。ね、ナポリタン。麺は 250g ぐらいか。おお、いいね。出てきた麺もね、これにね、ナポリタンのソースかけて。好きよ、僕ね。じゃあ今日は 250g の麺で、かなり大盛りです、これに。かけるだけのナポリタン。大盛りです。パスタよ、スパゲッティ。安いよ、これね。あれでさ、200円しないもんね、1キロで。その4分の1ぐらいでしょ。これも100円しないから。しかもすごい。100円足らないでこれは食っちゃうの、いただきます。今日はナポリタンよ。どうも入れないよ。あのパスタ1キロでさ、100円以内足らずだからさ、あれ。4分の1ぐらいだから。あれも80円がちょうどいいんだもんな、あれ。まあそうよ、うん、うまいよ、おいしい。で、はい、発泡。安くていいよな。お手頃。
ッシュルーム入ってんだ。うまいよ、混ぜてするの？うん、こうやってね。パスタは安くていいよな。めんどくさいけどね。うん。値段考えれば十分だこれ。100円ぐらいだもんだこれで。まだ3分の1あるからな。3分の、あ、3分の3か。4分の3ね。一袋だから、あれ、多めでも 250g でも4回もあるからね。結構だよね、あれ。突破牛の 1kg のやつね。まだあと3回分はパスタがある。ないで、買ってない、そういうの買ってないじゃん。麺が好きだから、小麦粉系。そうなんだ。そうだ、なんか少ないです、見るとね。僕は4分の1くらい250でやってる。だいたい250はこのぐらい。でもお家の皿で。山崎の皿で入らないな、250だぞ。山崎の皿小さすぎて入らないんで、ちょっと大きい皿ね。それはケチャップ使うやつね。アメリカの影響で作ったやつね、アメリカね、そういうアメリカの影響で。ケチャップを使ったソースをね、ナポリタンは。アメリカ、当時のアメリカかぶれの日本人が作ったんだろうね、アメリカかぶれでさ。アメリカにはケチャップ使ったのもあるからね、それでね。さまさまの頃ね、アメリカに原爆をされて負けた後ね、そう、そういうことでね、アメリカかぶれ。ナポリね。ケチャップを使ったのがそうよ、ね。イタリア使わないっていうもんね、ケチャップはね。だけでは本当に使わないって。ケチャップを使うのはアメリカの影響ね。ケチャップを使うの。オムライスの中のチキンライスもそうでしょ、あれ。アメリカの影響であれ。オムライスあれ。で、ご飯、ケチャップもで揚げ付けしたのもね。全部そのアメリカの影響で、ね、全部。あっという間だな、麺かな。あっという間なくなった。やっぱ嘘だ。今日月曜日だからね、また明日からお仕事ね。アメリカは様々だからね。
1キロでも食べないしないとね、あれね。なくなっちゃう、すぐなくなっちゃうって大変だね。予算を考えたら1キロは無理かも。予算を考えたら1キロ食べたらさ、ね、1回で1キロつらいよな。予算考えながら食わないとさ。卵か、まあしょうがないね、卵ね。まあ、なるほど。あっという間だ。あっという間だ。お仕事頑張りましょう、またね。そうね、疲れるね。まあ本当、ブクブクなかったからね。山から起きてきて、帰って食ってないもんな、しょうな。まあ。トマトは本当うまいよな。美味しくなりました。うまかった。こんにちは。どうも、まずはさん、どうもね。じゃあ、ナポリタンでした。美味しくなりました。ナポリタン。うまかった。250g か。で、また、あれ、1キロだったから、残り4分の3あるからさ、3回分があるから、ね、楽しみだ。あれ、1キロ太く買うとね。あれ、1キロ全部は無理だよな。あれ、普通の家がさ、あれ、1キロ茹でるのにさ、ちょっと舐めねえもんな。うまかった。美味しくいただいた。じゃあ、食後の一杯行こうか。食後の一杯。ここで一杯はキンブリだ、キンブリラガー。安いあれ、1キロで200円ぐらいでしょ、あれ。無理、100円しないじゃない、あれ。トンボリのやつさ、あれ。言うたら4分の1だからさ、4で割ると1回50円ぐらいだもんね、あれね。安いな、あれ。あれで50円ぐらいだもん、パスタ。昨日何食べたっていうドラマでもさ、よくヒロさん作ってたパスタね。麺つゆで味付けしたパスタ、うまそうだったあれね。昨日何食べたね、あれ。和風だよね、あれね。いろんなもん具材食べて、あれ麺つゆで味付けたもんね、あれ。あれもうまそうだったね、あれね。あの回ね。今日米がなくてさ、パスタを使ったんだよ。あれも美味しそうだったね、あれね。麺つゆで味付けしたパスタソースに絡めてね。あれうまそうね。天竜かわいいよね、あれね。もう、アマゾンで劇場版見れるけどさ、あれ。
劇場を見た人わかると思うけどさ、ケンジのイメージチェンジで可愛いよね、あれね、あれ、ね、最後の方でさ、ね、金髪にして髪の毛、あれ可愛いなと思っちゃった、あれ、ケンジの髪の毛見て。金髪がなかなか可愛かったんだ、最後のあれね。全然すごいね、イメージ変わってて可愛かったね、あれね。劇場版ね、あれね。すいませんよ。昨日何食べたっていうのはね、そう。まあ、北スポーツとさんと相性出てるのかな、あと、いろいろ、主演が、その、権力誰だろう、あの人。内野さんっていう人かな、あの人ね。相性出てる。面白いよ、あれ。もう。テレビ東京で夜中にドラマ化されて、それが今、去年劇場公開したのかな、去年か一昨年か。で、ちょっと前にあれ、アマゾンで見るよって。そうよ。男の子の人二人暮らしの話。弁護士の話、弁護士ね。もう一人主人公は弁護士ね。弁護士と美容師のカップルのやつ。あれね、大好きあれ。テレビじゃ一回見たことないけど、あれ。アマゾンでしか見てないけど、全部見たらアマゾン、何回見てるアマゾンで。いいなと思って。正月スペシャルも一回あったみたい。正月スペシャル一回やって、それで劇場版が一回あって。ああ、大好きあれ。音はその、シロさんのお父さん役は途中で交代して亡くなっちゃったからね、あれね。そう。お父さん役は、ね、途中で交代ね。かわいいね、ほんとね。シロさんの高校生役だから、あの人よく見つけたなと思うね、あれね。シ ロさんの、ね、あるね、高校生にあのアルバム見てさ、あれ。よく探したようだといいね。僕もそう思ってね。あれ、よく探したもんだ、ああいうのね。ああいうのね、若い頃のやつね。かわいい。かわいい、みんな若い子はああいうのドラマ見るもかけどさ、若いうちはみんなかわいいよね。やっぱ結局、男も女関係ないね。若さ、結局若さ。年取ったらみんな辛くなっちゃうけど、若いうちはみんなかわいいんだよ、あれ。若いうち。かわいいちゃん、みんなかわいい。男も女も関係ないね。若さは素敵なもんだ、若さは。かわいいからね、ほんとは男も女も関係ないよ、ほんと。女性もそう、男もそう。肌も涼しいね、そう。若い子のさ、ミニスカートさ、見てるとさ、いいよね。右スカートが履いてみるとさ、肌がさ、あれ、プリンプリンなんだもんね。見てわかるよね、あれね。プリンプリンの肌がさ、たまんないよね、あれね。若い子の肌ね。プリンプリンでさ、ね、スイーツ着たくなっちゃうぐらい、プリンプリンで。だから若い子は肌を出してもいいわけや、若い子はさ。プリンプリンだからさ。年取ったらあのプリンプリン感がないからさ、ね、ダメよね、年取ったらで、ね。ありがとうね、あきこさん。スイーツ着たいです。よかった。今日奥様が帰ってきた。奥様で一服してきた。よかったな。天気よくてよかった。久々奥様で一泊。よかったよかった。
やっぱね、夜明けとかで風すごかったけど、そらそら山はそうよ。夜中から夜明けは大体風強いからね、ものすごい風。あれはでも我々で良かった。今夜この辺で終わるね。ありがとうね。また明日ね。明日、また明日。おやすみなさい。ありがとうね。おやすみなさい。また。明日はこんな早くないと思うけどね。またね。おやすみなさいね。じゃ最後はこの歌で。最後これいこうか。タモリさんのことを思いながらこれいこうか。今夜もね、タモリさんのことを思いながら、これを歌いますね。お昼休みはウキウキウォッチン、あちこちそきときいいと思う。お昼休みはウキウキウォッチン、あちこちそきときいいと思う。How do you do? ご機嫌いかが？ご機嫌斜めはまっすぐに。How do you do? 頭に詰まった昨日までのカラクタを処分処分スッチリウキキウォッチン楽しませすぎたらごめんなさい。時間通りに come with me 笑っていいともウキウキウォッチン今日がダメでもいいともろきっと明日はいいともろいいともいいともいいともろ。How do you feel? 電話ボックスが突然鳴り出す。ハローハロー。How do you feel? お手軽ライフ忘れていた。この感じ。多分、スッキリウキウキウォッチン。冷たくされてもありがとう。冷たくしたら I'm so sorry. 笑っていいともウキウキウォッチン。今日がダメでもいいともろ。きっと明日はいいともろ。いいとも、いいとも、いいともろ。今日がダメでもいいともろ。きっと明日はいいともろ。いいとも、いいとも、いいともろ。はい、山田さんどうもね。最後まで、今後もね。ウキウキウォッチング。笑っていたのオープニングね。いいね。歌詞がいいんだよね、これね。ああ、いいね。ありがとうね。おやすみなさい。また明日。またね、ありがとう。おやすみね。ありがとうね。最後この歌で見ようか。季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る、やっと見つけた優しさは、人もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、意のない人に会う隣を横目で覗き自分の道を確かめるまた一つずるくなった
当分照れ笑いが続く。汚いところですが、暇があったら寄ってみてください。ほんのついででいいんです。一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。はい、今夜はこの辺でね、おやすみなさいね。